と町外れで朝まで寝てるやばい、お墓は綺麗。なんか来た、なんか来たぞなんだこいつら、あ、真剣でやんのこっちは。相手、僕と相手に、おお、抜いた嘘、お墓分け、あ、始まった。おお、いいね、相変わらず。よし、余裕だ。痛い、ちょっと待って、やばい、おーい、ちょっと待って、出すぎでしょこれ、全然減らないんですけど。あと2人、お、やたら遠いなカメラがあ、ちょっと回復した。あんま回復しなかったですね。どうしようかな。逃亡道場でまた門下生か師範と戦うか。名前覚えてもらいましたね。はい、早速始めましょう。お願いします。あ、まだどうしようかな。3番で来い、おりゃ来い、おりゃ、あ、いた、もういいや、おりゃ、おりゃ、おりゃ、やっぱおりゃ、おりゃ、いた、おりゃ、おりゃ、防御したやつでやりたいんですけどね。おりゃ、おりゃ、それやだな。おりゃ、おりゃ、ゴー、おりゃ、よし、おりゃ、おりゃ、全然食らわせてないな。よっ、お、ゴー、あー、ダメか。この技でやらないと全然ダメージ入んないんですよね。お、追い詰めてる。おりゃよっ、ゴー、うわぁ、うん、おりゃ、ほい、おりゃ、おりゃ、くそ、おりゃ、ゴー、うわぁ、うわぁ、ほい、ほい、おりゃ、気合い入れてますね。ほい、おりゃ、よし、決まった圧勝おー、いいですね、発想の構えを習得した。でもそんな強くなかったな。おりゃ、はい、おりゃ、オッケーですね。うわー、欲しかったな、その方、いいですね。圧勝じゃなくなってる。はい。おー。あ、吉田さん、木田さんか吉田さんかわかんないけど、次からこの人が戦ってくれるみたいですね。よし。片手剣。あー、これ、あ、これいいじゃないですか。これにしよう。最後の突きはすごい長いですよね。これにしよう。お、真剣ですよ。ん？何か来た。これきついんだよな。一戦来ると本当きついですよね。は！うわ、また。は！ふん！また。は！は！ご！うわあ！全然、あ、いいですね。この視点だったらいける。ガードをしながら、いった同時に切ってくるからな、こいつら。よし、よし、バットかっこいいバットがかっこいい。あ、まだいった。やっ、ふっそ、
多すぎる。おい。おい、いった。見えない見えない見えない。よし。バット。おい。最新型の。よし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 。死体が邪魔。おい。よし。抜刀術ですね。おい。いた。抜刀だ。抜刀だね。よし、また一人。あ、危ない。よっしゃ、危ない。よし。いけた。大変すぎる、この仕事。あれ、誰かいる。悪大官かな。あ、成功。いいですね。はい。早速始めましょう。いきなりこの人かな。さあ来い。あ、これ道場主かな。道場主ではないんですよね。技覚えたいな。おお、おお、いいじゃないですか、それ。最後は早いな、動き。いた、いた。早いな、動きが。さすが。よし。よしよし。よしああ、惜しい。天狗割り。これでかけていくか。最後は何だろう、二段打ちだけなのかな、それ。よし。くそ。動きが早い。かけよう。あいかミスった。やばい、黄色メーターがなくなる。よし、あれ、くそくそ。よし、決まった。ダメダメ。あ、いかいか、なくなっちゃった。肩覚えられない。ちょっと。やばいやばい、勝ちたい勝ちたい。勝とう勝とう。動き早いな。くっそ。ちょこまかと。なんかキレありますね、吉田さん。出すか。好きあるな、この技。よし、決まんねえ。ダメか。くっそ。惜しい。もう一回防御技決まれば。危ない。あーっと隙が来てる。くっそ、怖いな。迂闊に打てないですね、この道場の流派でいくか。よしよしよし。よし。よし。やりましたね。勝利。笑ってる。神一文字受け。強かったな。はい。
ほう、いい勉強。これ、道場主なんですよね。あ、お主に こっち側が言ってたのか なんか、やたら上から目線のこと セリフだったぞ。相手が言った言葉じゃないのよ お、誰か来た。自宅に誰か来ましたよ。はい、います。誰でしょう。はい、尋ね人が来た。いかにも お、使者として、藩主の使者として来た殿様の 殿直々の要請来ましたね。あ、武芸試合に出場し、その腕前を、お、来ましたね。はい、3日後。ああ、やばいな。早めに出ないと。当日の朝か 調整しなきゃいけませんね、ちゃんと。怖いなぁ。寝過ごしそうだなぁ。危ない。ああ、よし。決まった。もうちょいでしたね。途中失敗したな。お互いに。そうか、先生がいるのか、やっぱり。東郷。これ誰なんだ？ちょっと、ウィキで調べてみよう。次元流の開祖。東郷、中尉。もしくは、重隆。戦国時代から江戸時代前期にかけての武将、剣豪。島津の家臣。次元流剣術の流祖。はあ、次元流ですね。来た来た。ウィキ情報です。いいですね。早く紹介してほしいな。先生は普段道場に顔を出されるときは、昼にお越しになることがほとんど。あ、お昼か。ありがたい。じゃあ、お昼に来れば、東郷先生と戦えるわけですね。おー。この中にいんのか いたいたいた だいぶこの顔も慣れてきましたね。これが薩摩のお殿様か。いいとこまで行きたいですけどね。何分ステータスが弱いからな。藩主催による武芸試合を開催いたす。誰と戦うんだろう。はあ、お言葉は賜る。殿。なんか殿と顔が一緒じゃないですか、これ。似てるんですけど、すごい。どこだ、どこだ、アフロマスク。誰、これ。金田鬼左衛門。ちょっと強そうだぞ。鬼左衛門。これは勝ちたいですね。よし、来い。強そうだな。まずは様子を見て。よし。あ、いた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 。あ、でもそんなに攻撃力高くないな。いけるかも。あ、いける、いける。打ち込める。こう突っ込んできましたからね。ほい。あ、危ない、危ない。 やりすぎたな。さあ、来い。お、統合流、次元流じゃないですか、その技。よしよしよし。あ、やばい。危ない。
よしよしよし、いけるいける、慎重に。危ない危ない、あー痛い、危ない危ない、打ち込まれるとこだった。くそ、危ない。なんだその技、あんま強くないな、その旗は。やば、よしよしよし、よし決まりましたね。今の死んでたでしょ、木刀でも。かわしか。よし。入山左衛門左門、こっち側は、これは有名な人じゃないですよね。さあ、来い。下段の構え。そんなに打ち込みは早くないな。危ない、危ない危ない危ない、下段のあれが来られるな。よしよしよし、やばいな、下段危ない。ほい、肩の相性が悪い。よしよし、あれ全然攻撃してこないぞ発想の構えの時危ないですね。全然攻撃してこないな。危ない危ない危ない、この構え、発想の構えの時は下段使わない方がいいですね全部食らう弱い弱いぞこれ。ほい、弱いな全部入る弱かっためちゃくちゃ弱い次、東堂清太郎、聞いたことないな。最初は下段の構えで、あ、さっきと似たような構えだな。よし追い打ち、いいですね。ふん、とう、あー、くそ。ふん、ふん。やたら近づいてくんな、こいつ。発想の構え。多分さっきの敵と似てる。ふん、よしよし。弱い。弱いぞ、こいつ。ふん、発想の構えが。お、お、なるほど。そんな技があるのか。発想の構えがもしかしたら、あー、いた、あー、強っ、統合流だ、次元流ですね。よし、あ、はずれた、よし、危ない危ない、よし、準決勝ですね。猪熊又作弱そうだな。どうだろう。おお。危ない、動き回る。足は速い。その一撃重そうだな。その一撃。重そう。間合いは全然ないけど。当たったら痛そうですね。隙が多い。出だしが遅いぞ、その技。よしよし、遅い遅い見える見える見えるぞ、その打ち込みは危ないやばいやばいやばいすごいな、パワー系の技ですねやりにくいなやばいやばい、くそ、あ、やばい、くそ、あ、当たんない、くそ、もうちょっと体力を残してきた、あ、くそ、あ、くそ、
決まった。ゴッ！うわー！くそ。うわー！うわー！見切った。さあ、ってことは、どうじゃ、門弟とか、いつもの試合じゃないですか。他が弱すぎんだな、じゃあこれ。よし、勝たしてくれないかな、談合試合で。勝たしてほしいな。体力がな、結構削れちゃってますからね。これ強いのかな、こいつ。体力が半3分の2しかないのか。あ、やばい、ちょっと打ち込み早いな。守りの、ちょっとこっちも速くなった気がするな。くそ、やば、危ない危ない、あっ、くそ、やられた。危ないな、下手に打ち込むと。さすが勝ち上がっただけありますね、結構強い。危ない、くそ、おやほい、おやおりゃ、おお、今打ち込めたな。おやおりゃ、どこだどこだ、おりゃ、よしよし、おやおりゃ、よしよし、おやよし、よし、決まった。もらえましたね、圧勝。笑ってる、優勝した。はい、いいですね。おお、授与式。あ、隣国への手形を贈呈。なるほど。修行の旅に出ることも叶おう。そっか、通行手形がないと、隣の町というか行けないんですね。江戸まで遠いな、だいぶ。ああ、自流派を立ち上げる必要がある。江戸の有名な三大道場で修行を積めば、自流を立ち上げられるとも聞いている。はい、そうか、毎回これやんないともらえないのか。どこでも行けるようになるわけじゃないんですね、土佐で。はい、日が暮れちゃったな。はい、授与式があった。お金もくれんのかな。チラッと見た。頂戴いたします。いくらもらったんだろう。さあ、1両安いな。こんだけ戦って1両か、口入れ屋の方が全然いいじゃないですか。